年0対1佐藤を切りました。シャドーロールブライアン早くも先頭に立つ勢いでありますが、やはりここはツインターボに行かせました。やはり大逃げを打つか田中光とツインターボ、そしてネーハイシーザー、ブライアンは5番手から6番手、未来はがっしりと手綱を抑えております。さあツインターボが一気に後続との差を7馬身から8馬身9馬身と差をつけていきました。残りの12頭は一塊。さあ1周目正面スタンド前に入ってまいります。予想通り田中勝春ツインターボが大きな逃げを打っております。7馬身から8馬身9馬身10馬身と差をつけていきます。第2グループの先頭は天皇賞馬ネーハイシーザー、インコースアイルトンシンボリ、アウトコースからは鳥海キャレルが行っています。そのアウトコースに成田ブライアンであります。成田ブライアン現在4番手から5番手といったところ、そして成田ブライアンマークでしょうか、桜千田瀬をオレンジの帽子が行っています。ライシャワーがそのインコース、除血騎士アマゾンナイスネイチャー、そして赤い帽子ヤシマソブリンであります。後方から黒い帽子マチカネアレグロ、さらにピンクの帽子ムッシュシャクル、1番のダンシングサーバス、こういった体型であります。さあ早くもツインターボは向こう上面2コーナーを回って向こう上面に入っています。田中勝春とツインターボ30メーターから40メーターのリード。さあ第2グループの先頭でありますが、天皇賞馬ネーハイシーザーであります。そしてブライアンも早めに行きました。オレンジの帽子ブライアンが現在3番手、その後方から鳥海キャロルであります。インコースアイルトンシンボリ、さらに当番のライシャワーが行っています。ライシャワーが行っている。さらに桜千歳王であります。その後方からは8番のヒシアマゾン、さらに4番のヤシマソブリン、9番のナイスネイチャー、2番のマチカレアラグオ、さらにムッシュシャクル、そして1番のダンシングサーパスです。さあツインターボのリードがしかしまだ20メーターから25メーターある。さあシャドーロールが見えている、シャドーロールが見えている。成田ブライアンが早くもここでツインターボをかわして先頭に立つ勢いであります。さあ成田ブライアンが先頭で第4コーナーカーブ直線コース、除血飛車元も来ている、桜地図像も来ている。残り310メーター